シルクロードタウン21は奈良県奈良市の西日本旅客鉄道奈良駅周辺の再開発地域。正式名称は大和都市計画事業 JR 奈良駅周辺都地区各整理事業。住所表記上は奈良市三条本町及び三条宮前町の一部にあたる。日本国有鉄道奈良駅西側はかつて奈良運転所であったが関西本線や奈良線。 桜井宣伝課後は、不要となり廃止された。バブル期には、奈良駅を京上駅舎化する計画も上がり、同時に、奈良市が、駅周辺を再開発することを計画。近鉄奈良駅を中心とする、旧市街と、新大宮駅を中心とする新市街の中間地点に、新都心形成を目指した。JR 奈良駅周辺土地区画整理事業は1988年2月5日に、 都市計画決定がなされた駅西口にはロータリー北にホテルを核とした再開発ビルロータリー南側には百貨店を核とする商業施設駅向かいには市民ホールが計画された1989年にはシルクロードタウンをメイン会場として1998年に建築家の黒川貴昭を総合プロデューサーとする世界 建築博覧会を開催することを発表。このため、駅西側には著名な建築家による建築が多数計画された。バブル期に各地で計画された再開発計画の例に漏れず、バブル崩壊後にはシルクロードタウン計画も難航することとなった。不況の煽りを受け、世界建築博の開催を定年であった1998年になっても、 大英系のオリエンタルホテルと三井不動産系の三井不動産ホテルマネジメントが競った結果三井ガーデンホテルが進出することとなった再開発ビルと市民ホールなら100年会館コミュニティ住宅と称する市営住宅が完成した以外ほとんどの敷地がさらちのままであったこのため市は世界建築博の開催を2010年までに開催に変更 1999年には開催そのものを中止した。百貨店の誘致も難航し、2000年12月に奈良祖号が閉店すると、誘致はより困難なものとなり、2001年には誘致そのものが中止され、百貨店誘致検討委員会も解散となった。2005年、奈良市は百貨店誘致予定地で、有給地となっていた南側の土地に教育センターや、 保健所を含む複合施設の建設を発表。また、2007年には同じく百貨店誘致予定地の北側の有給地に、外資系、ホテル、コートヤードバイマリオットの誘致を発表。両方とも平常線と1300年にあたる2010年の完成を目指していた。駅東側では、JR 西日本武道産開発による再開発ビル、JR 奈良駅、 NK ビルが2009年2月に開業。2010年には、奈良駅の完全高架化も計画されており、奈良市の玄関口としての整備が続けられているが、有休地への外資系ホテルの誘致が2009年に、頓挫するなど、2008年以後の世界的な、経済不況の影響を受けており、西口は未だに広い有休地が残る状態である。 JR 奈良駅前再開発第1ビル。ありがとうございます。